皆さんこんにちは。こんにちは。浜松不思議話の鈴木です。加藤です。本日はゲスト会です。はい、私たちの動画を見てくださって、昔話ですけどちょっと不思議な話があるということで、出演していただきました片岡さんです。はい、こんばんは。こんばんは。片岡です。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。片岡さん、浜松の、はい、方で、私よりもちょっとご年配になるんですかね。そうですね。そうですね。はい、はい、今回はオカルト会久しぶりの怖いですけど、はい、話聞いたらとっても不思議な話なので、はい、期待したいと思います。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。早速じゃあお願いしていいですかね。はい、いつ頃の話。そうですね、はい、おそらく昭和、40年、はい、40年後半、はい、ちょっと待って、あ、そうですね、後半ですね。で、多分48年とか9年、うん、それぐらいだったと思うんですね。はい、それで、まあ、私はまあ、中森小学校というところなんですけど、はい、小学、4年生ですか。4年生、はい、4年生で、うん、で、まあ、時代背景としては、はい、ちょっとご存知かどうかわからないんですが、うん、なんか後ろの百太郎とか、うん、恐怖新聞、はい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 、うん、すごいなんかブーム、まあ、心霊ブームですかね、うん、はい、まあ、学校でもその、うん、コックリさんとか、コックリさん、はいはい、ご存知、分かりますかね。やったことはないですけどね。そうですね、やったことはないですね。はいはい、うん、でコックリさんなんかはちょっと流行ってて、はい、でなんかみん なんかこう何人か集まってこうやったりしてるよう な、うん、はい、なんかちょっと変なちょっと雰囲気、なるほどなるほど、雰囲気だったんですよ。で、あと、まあ、今でいう都市伝説ですか、はいはいはい、都市伝説っていうのがなんかちょっと流行ってる、流行り出したっていうか、確かその時も、確か口先女のその、うん、ちょっとちょっとちょっと忘れちゃったんですけど、うんうん、はい、確かその頃ぐらい、その頃ぐらいで、うん、はい、もう、はい、どのか50年までいかないけど445年前、あ、そうですね、45年前で、はい、の話なんですけど、はい、で、まあ、そんな雰囲気の時で、まあ、夏休みに、私のちょっと父親の田舎にちょっと、はい、遊びに行ってて、まあ、田舎地か、まあ、近畿地方なんですが、はいはいはい、でそこでクワガタ、はい、確かにミヤマクワガタっていう、いいのですね、こんな大きいやつで、はいはいはい、浜松にはねやっぱりいなかったんですよ。いなかったんですよ。見たことないです。いなかったんですよ。うんうんうん、でそれを持って帰ってきて、はい、学校でね、はい、ちょっと自慢しちゃったんですよね。はいはいはい、で友達の、まあ、中安くんっていう友達と、はい、かっちゃんっていう友達と、はい、まあ、なおくんっていう友達3人いて、はい、私その3人に「三山くんはこんな大きいの持ってるんだ」って、うん、はいはい、自慢しちゃったら、はい、中安くんが欲しいって言っちゃったもんだから、はい、欲しい欲しいと言われて、はい、ついつい何匹ぐらいか、それはね1匹しかいなかった。1匹しかいなかった、はいはいはい、それあげたくないですよね。そうそうそう、でついついで、はい、うん、あ、いいよって言っちゃったのかかっこつけてついついね言っちゃったんですよね。あ、はいはいはい、でなんか言ったんだけど、はい、ちょっと後で後悔しちゃって、はい、まあしますよね、絶対そうですよ、ね、どうしようと思って、うんうん、で当時土曜日って今はやってないのかしれないですけど、学校って今やってないんですか、ね、うん、そうですね、当時は半日、半日ですね、うん、で学校は土曜日って、うん、じゃあ学校終わってから取りに行くっつって、うちまで、あ、はいはい、もう約束は成立しちゃってるんですね。そうそうです、そうです、もうどうしようと思って、で、まあ悩んでるっていう、どうしようどうしようっていうね、うん、まあ子供なんで、はい、僕の考えも浮かばなかったんで、はいはい、じゃあ家の、うん、自宅の家の下駄箱に隠して、はい、あの
逃げちゃったってことにしようと思って、はい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 、で土曜日になって、はい、学校にまあ行ったんですよね、はい、そしたらあのまあそのクワガタの件とは別に、はい、あのさっき話出た都市伝説的な話が学校で広まってて、はいはいはい、でそれが例えばさっき言った口先女とか、はい、それが名前が当時バハッサレ、バハッサレ、バハッサレ聞いたことないですね、うんうん、そうですね、バハッサレっていう名前だったんですね、はいはいはい、でバハッサレってなんだって聞いたら、はいはい、あの夜中になんかおばあさん、知らないおばあさんの、まあ、幽霊でしょうね、多分幽霊が、うん、あの出てきて、はい、何か言われると、はい、で言われるんだけど、それに対してなんか答えられないのかちょっと忘れちゃったんですけど、うん、何かしないとそのバハッサレに、うん、そのおばあさんの幽霊に連れてかれてしまうと、はい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 、でただし、うん、そのおばあさん、そのバハッサレからその、はい、何ですかね、その排除するか、うん、あのいなくなる、はい、いなくなる呪文があると、はいはいはい、でそれがバハッサレ、あー、なるほど、はい、それバハッサレを3回言えって言われたんですよ、バハッサレ、バハッサレ、バハッサレって、はい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 、そうするとそのおばあさんは、はい、あのに逃げていく力、まあ、消えていく、退散していくっていうんですかね、はい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 、っていう話だったんですね、はい、でただし、はい、この話を聞いた限りは3人以上にこの話をしないとバハッサレがやってくるって言うんですよ。そうすると、はいはいね、ネズミ残式に、はいはいね、まあ、まあまあまあ、都市伝説そんなもんなんですよね、うん、なんで私そんなのねあるわけないじゃないかと思って、うんうんうん、でそんなの無視したんですよ、はいはい、あるわけないじゃん、はいはい、バカみたいなと思って、はいはいはい、でそれが土曜日学校行った時に広まってて、はいはいはい、まあ、その話を聞いて、うん、学校終わって、はい、あのまあ、家に、はい、あの中安くんとかっちゃんと、はい、直くんですか、はい、3人がうち、はい、に来てこれクワガタをもらいに行ってくださいましたんで、そっちの方が頭がいっぱいあったんで、一大事ですね、一大事で、それで、まあ、あの放課後、うん、あの学校終わって家で待ってたら、はい、あのクワガタもらいに来たよ、うん、来ちゃったちゃったんですよね。いや、もらほうは嬉しくてしょうがないんでね。もらほうはね、びくりくしてて、うんうんうん、で、あ、ごめんな、かやすくん、クワガタね、うん、あの、逃げちゃったんだよ、あ、手はず通りですね、うん、そうそう、とかって言って、3人で大騒ぎになって、うん、その友達、はいはい、あ、じゃあコックルさんに聞こうって話になっちゃったんですよ、うん、はい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 、クワガタのね、うん、いる場所を、ね、いる場所を、そうそう、そういる場所をコックルさんに聞こうって話になって、はい、それコックルさん、あのやり始めたんですよね、うん、はいはい、で、みんなでこう、うん、10円玉かなんかしちゃったんですけど、うん、こう、こうテーブルにあって、こうやってなんか動くんですよね、うん、はい、で私がそれに加わると、うん、なんかほら自己暗示かなんかで、うん、なんか、うん、罪悪感だろなんかでさ、なんかね、はいはい、誘導しかねないなっちゃいけないと思って、はい、あ、僕は見てるっつって、はいはい、見てたんですよ、はいはい、そしたら、うん、あのコックルさん、コックルさん、あのクワガタは、うん、どこに行っちゃいましたか、うん、って言ったら、うんうん、こう動き出したんですよ、はい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 、そしたら、うん、ゲタバコって出て、怖い、で出ちゃって、と思って、はい、ゲタバコ探せっつって3人わーって言って、でガーってゲタバコ開けたら、ね、うん、もちろんまんまと、うん、まんまと、うんうん、そういたーって話になって、もう泣きそうな顔して、うん、よかったねって、クワガタによかったねっ、ありがとうって感じで、コックリさんありがとうって感じで、もう最悪の結末、ろくなもんじゃねえな、コックリさんっつって、あのね、本当に、うん、そんな、あ、それは何、片岡さんは加わってないんだ、加わってないです、へ、うん、それ不思議ですね。まあ、あの言っちゃなんですけど小バカにしてたからそんなの分かるわけないだろうと思ってて、そうだと思いますよ。コックリさんっていうと大体あの女の子が、俺らの時にはね、うん、まあまあ女の子が、あの、私のこと好きな人は誰ですかみたいな、そんな感じですよね。なんか キューピッドさんとか、なんかそんな変な名前つけて、なんか、そんなのもあるんです。なんかそんなようなのもあったような気がしますよ。だもんで、そのこう
本人が加わるもんでこう自分の意思で動かしちゃうっていう風なイメージなんだけど、片岡さんの場合は違うもんね、うん、そうだから自分でなんかね、うん、作業感なんかで動かしたらまずいだろうと思って僕やらないって言ってた、ね、でそれだけど友達がこう当てちゃった、当てちゃって、うん、あの自分の中じゃもう泣きそうだったんですけど、まあ泣きながら、いや笑いながら、よかったねっつってコックルさんありがとうって感じ、どんな表情してたんですかねその人、片岡少年は見たかったな、ひでえ顔してたんでしょうねみんなありがとうって感じで、まあ、みんなとか仲良しくんがいやありがとうって感じで、深山区方なんか見たことないですもんね、うん、そう浜松じゃちょっといないと思うんで、その場合なんですか、コックリさんは特に別に何も、そのあそれはもうその1回、そうそれだけで何もなく、何もな当てられただけで、当てられて、はいはい、当てられて、はい、であ実はあの、うん、続きがあって、あ、はいはい、あのこれはちょっと私わからないんですけど、うん、でさっきあのその友達のもしでかっちゃんっていう子がいたんですけど、はい、かっちゃんが、うん、もう一回やるっつって、はい、コックリさんコックリさん僕の、うん、僕の、確かバレーサッカーボールかバレーボールかしちゃったんですけど、うん、どこですかって言ったら、うん、そしたら縁の下って出たんですよ、はい、で縁の下だっつって言って、うん、でなんか それは私見には行かなかったんですけど、うん、それはあったって言ってたんですよ、大活躍じゃないですかコックリさん、片岡さんにとっちゃちょっとね、そう最悪だけど、ちょっとまあそれちょっと、うん、まあそんなこともあったんですけど、はいはいはい、すごい話が、うん、で、うん、あじゃあ続けて続けていっちゃってください、はい、でまあね、まあ、残念な気持ちになって、うん、もうねもうその日がっくりして、はい、もう寝ようと思って、あその日その日の話その土曜日の夜ですね、コックリさんやコックリさんやった土曜日で、うん、はい、その日の夜の話、その日の夜ってか、まあ次の日の朝っていうか朝とか2時とか3時とか、うん、そのくらいの時間帯なんですけど、はい、まあ寝てて、なんかあの私ね、生まれてこの方ね、はい、よく言う金縛りって言うんですか、はい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 、その1回きりなんですよ、うん、うん、あれと思って目覚めて、うんうん、体動かないと思って、はいはい、うん、だけどね、顔はちょっと動いて目は動いたんですよね、はいはいはい、あれと思ってふって横見たら知らないおばあさんいたんですよ、おー本当に、はいはいはい、ちょっとゾワゾワっとしましたよ私、はい、知らないおばあさんがいて、と思って、でもね、なぜかね、その時はね、うん、怖いっていう気持ちは なかったんですね、おー、そういうもんかな、なんか、うん、なんだこのおばあさんと思って、うん、あ、そしたら あの学校で聞いた、うん、バハサレ、あれのバハサレ、ちょっと思い出して、来ましたね、バハサレ、はい、そしたらですね、そのおばあさんがね、うん、あの私のとこに、うん、確かね、おはぎかな、うん、確かね、おはぎって言ったと思うんですよ、おはぎ、うん、おはぎいらんかねって言ったんですよ、はいはいはい、あなんかいいおばさんですね、うん、まあね、なんかちょっと裏がありそうで怖いけどね乗っちゃうと怖いけどね、ちょっとまあそういうオチはちょっとた往々にしてありますね、往々にしてあるから、うん、で、うん、いらんかねって、はいはい、こっちの方言ですかね、はい、標準語なんですか、ね、いらんそうかな、うん、いらんかねとは言うね、うん、どうなの、年配の人はまあこっちの州は言うね、うん、そうそう、標準語かちょっとわからないですけど、まあ、ここら辺の人は言いますよ、うん、いらんかねっつって言われて、うんうん、でいらない、うん、僕いらないっつって、はいはいはい、そのおはぎいらんかね、うん、いらないいらないっつって言ったんですけど、うんうん、全然消えないんですよね、おあそうだ呪文だと思って、うんうんうん、で呪文を唱えたんですよ、はいはいはい、バーサレバーサレバーサレ、はいはいはい、完璧じゃないですか、もう完璧だのつもりが全然消えてくれなかった、うんうんうん、全然消えなかった、結構長い時間に感じる、長い時間、まあ長い人も多分15分とか、ああでもいますね、結構いますね、まあ結構な時間ですよ、で最後バーサレバーサレバーサレ、はいはい、って唱えて、うんうん、全然消えない、はいはい、俺でもうびっくり焦っちゃ焦りはしないんだけど、うん、どうしようって感じで思ってたら、
もう朝なって、うん、朝違う消えちゃった。ああなるほど。寝ちゃったっていう。いや消えてあれと思っていなくなっちゃったっつってそれで寝たんですよ。ああなるほど、ね。その間はずっと起きてたわけですね。起きてて、うん、はっきり起きてる。それはもう間違いなく起きてた。まあ寝れないっすよね。寝れないね。気になっちゃってずーっと見ちゃうの。片岡さんその後なんかこう異常なこととかそれは別になく。その後は何にも異常もなく。なく良かったですね。はい、なんだろう。なんだと思います。片岡さんそれ。なんか変わんなくてでずーっとね子供の頃から、はい、もう本当気になってたんで。当然ですよね。ずっとねあれ何だったんだろうと思って。でまあ今 ねインターネットとかあるから、はい、調べたらやっぱり、はい、で都市伝説で出てきたんですよね、はいはいはい、それがなんかババサレっていう名前で出てきて、はい、都市伝説で、うんうん、やっぱり似たような話が、はい、まあ全国的にそんなそういう広まりをしてたってしてたんでしょうね。だけど片岡さんの小学校ではバハッサレバハッサレって言ってたんです、うん、言ってた聞いてたっていうかね、うん、なんか訛ったのかどうかわからないんですけど、はいはいうん、なるほど。で消えちゃって、はい、で起きてそれ起きてもうまあ、日曜日なんで、うん、月曜日ですか、はいはい、月曜日に、うん、まあ学校行って、もうみんなにバーサル出たよっつって大騒ぎになって「っつって「本当か!」本当だよ、うんうん、そうなりますわね、それはね、わかりますよ。で、その、バーサレって呪文を何回も言って、言えなかったんだよって文句言う、はい、みんなに言ったら、はい、言ったんですよ、はい、で、バーサレってどういう意味なんだって言ったら、はい、そのババーサレ、ババーサレ、バーサレ、バーサレっていうのが訛っただけの言葉だったっていう落ちたんですよ、はいはいはい、なるほど。そうか、ババーサレも、なのでババーサレってことですね。そう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 。なるほど。それでそんなのが消えるわけないだろって怒っ猛烈に怒った子供の頃の記憶です。記憶っていうか本当の話です。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー面白いですね。いやオカルトだけどちょっと笑えるっていうか、そうだね、うん、こういうものユーモアな、そうそうそう、いい話です、うん、いやクワバタ取られそう、いやクワバタ取られちゃったら秀逸ですよそれ、それ以外片岡さんはちょっとこう不思議な神秘的なっていうのはないんですか。幽霊とか、うん、まあそのうん、それ以外にも何かこう例えばコックリさんその後やったとか、コックリさんはないんですけどちょっとジャンルが違うんですが、はい、UFO、 ああ UFO、 はい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 、UFO をまたちょっとじゃあ全く別のあれですね。そうですね、また別なんですけど、はいはい、お伺いしますよ。ああそうですこんな何ていうのちょっとこんな感じ、こういう形の銀、あんな感じのこれ、はい、これ、はい、これですか。こんな感じの、はいはい、あ、そういった、まあ、形、うん、もうこういう形、あ、はい、あっちから、あ、こういう形のものが、はいはいはい、これ醤油なんで、あ、はい、こぼしちゃう、くるくる回りながら、スーッと通っていって、おお、いいとこでですか。あ、それは、うん、浜松ではない、浜松じゃない、浜松じゃないんですけど、うんうんうん、そういうのを見て、で明らかに、うん、なんですか太陽にちょっと反射してたんで、まあ、物体は物体で金属のもので、まだそのドローンとかない ない頃なので、あ、はいはい、間違いなく、なんかこうくるくる回りながらスーッと、っていうのは ありました。おうん、まあ私は信じますよ UFO に関して、はいね、UFO 自分も見てますよね、うん、なんかいますよね、なんかいますよ、いますよね、います。いや俺本当にね一度見てみたいと思うんですよね。でなんなら幽霊もまあちょっと多分怖いんだろうけど、うん、なんか見てみたいんだけどなかなかね、まあ見てみたいと思って見れるもんじゃないですか、ね、じゃないのかな、やっぱり見たくない見たくないと思ってても見ちゃう人だっているんで、はい、ね、うん、そうですね。片岡さん的にはこの一連の何コックリさんと、はい、ババサレは、はい、なんかちょっと関係があると睨んでいる。私は、はい、関係あると思ってる。思ってる。はい、
あの、なんかよくわからないんですけど、はい、なんか面白い面白くて、なんかそのこっくりさんかわからないけど、その、はい、幽霊かわからないけど、はい、そういうものはなんかこっくりさんで呼んじゃって、はい、そのままなんかそのバーサルの話にきっと便乗してなんか一緒に何ていうか、はい、はい、ついてきちゃったのかな、はい、って、はい、なんか、まあ、呼んじゃったみたいな、呼んじゃったんだなって、はいはい、私の中では、はいはい、なるほどなるほど、そのおばあちゃんは全然見たことないし、おばあちゃん、あ、全然見たことない、初対面、初対面で、後々こうあれ親戚のおばあちゃんだったとかそういう話もなく、それは全然あのないです。なのでもう今となっても全くどこの誰かわからない、わからない、ね、ちなみに年の頃はまあどう見ても80、80割と言ってますか、まあ、もうちゃんとしたおばあちゃん、ちゃんとしたおばあちゃん、ね、そうですね、ちゃんとしたおばあちゃんで、うん、おばあさんで確か着物っていうか着物っぽい、うんうん、そう、あの洋服ではない、はあ、なるほど、確か、まあ、そうです、当時だと年配の方だとね、こうなんていうのあるの、あ、そうそうそう、着てましたよね、着てました、着てました、着てました、まあ、うん、もうああいう感じ、普段からね、はい、ちょこっと出るぐらいだったらなんか襦袢みたいので草取りみたいなしてるね、あ、はい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 、乗っ腹で用出してるおばあちゃんいましたからね、昔は。乗っ腹で用出してるおばあちゃんいましたね、平気でいましたね、すごい話。私はでもね、そのおばあちゃんがこっくりだと思います、うん、形を変えた、こっくりさんってなんか狐の神様なんでしょ、神様よくわかんないんだ、まあ霊あんまり良くないとは聞きますけどね、私は、うん、あの、まあまあ面白い半分でやっちゃいけないんだよっていうようなことはね、ちょっと耳にはするけど、うんうん、割と流行ってたんですか、あの学校の中でみんな何回もやるような感じなんですか、そう、本当は流行ってました、だけど片岡さんはそれ1回だけしか やってないやってない、まあ、見たっていうか、あ、見てるのは学校でね、何回も見てた、学校でも見てたけど、その自分が関係するとこ、うん、関係するところでやったのはその1回だけ、まあ、加わったりもしたことないし、ない、その、まあ、ね、自分にかかることで、まあ、1回やってるっていう、はい、不思議、加藤君こういう話めちゃめちゃ信じてて、こっくりさんの話、はい、実は今日来るのすごく怖がってたんだよね、そうそうそうこっくりさんとか関わりたくないんですよ、あ、ね、うん、俺なんとも思わないんだけど、うんうん、私かみさんが、うん、トリマーなんですけど、うん、ちょっとね変わった特技の持ち主というか、うん、ちょっとスピリチュアル的な感じのなんていうんですかね、特技を持ってるっていうかね、うん、性質というか、うん、価値というか、はいはい、でその関係で割とこう占いをされる方とか知り合いでちょっと見てもらったりしてるんですけど、その時に何か何人か見てもらったんですけど、誰かの時にそのこっくりさん、俺が多分そういうのこっくりさんで見てもらえばいいんじゃないみたいな、軽くまあ冗談のつもりで言ったんですけど、その方が言うにはこっくりさんには関わっちゃいけないと、絶対やっちゃいかんと、絶対やっちゃいかん、こっくりさんってそういうなんていうの、素人がその面白半分でやるものではないと、なるほど、うん、いうちょっとお叱りにも似た意見をいただいて、もう信じきってるわけですね、それは信じてますね、なるほど、うん、なんで、うん、子供の時はまあそれ当然そのクラスメートの子たちがね、うん、やってたりしたんで、うん、そこまで違和感のないものだった、うん、だけど、その話を聞いちゃってからはちょっとこっくりさんが微妙ですね、うん、私の中で、うん、微妙っていうかちょっと厄介なものとなってます、なるほど、うん、でまあ今日その、うん、A ちゃんの話だと、うん、ちょっと若い子で、そう俺ねもうちょっとね片岡さんね若い方だと思った、俺ちょっとしたででもね風貌は、うんうん、イメージ通り、イメージ通り、言ってたじゃない、
レッド吉田さん、はいはい、ちょっとレッド吉田の雰囲気あるでしょ、わかります？レッド吉田さん、あの命のもう一人、もう一人の方なんですよね。あ、うん、声の感じからしてそんな感じかなと思って、うん、あ、でも面白い話でした今日。そうですね、よかったです、俺もこんな話で。いやいや、ありがとうございます。どうですか、まあ、いいですかね、まだあります、なんか。そうです ね、うん、まあ、あれですよ、ゲストの回もそんなに数がないですけど、うん、クオリティの高いお話でした、うん、いや、すごくこう、なんていうの、大きなオチもなくて、うんうん、すごい好感が持てる話です、私的には、ね、そうだね、だから実体験、うんうん、実体験に即してるなっていう感じで、うんうんうん、もともと私ら目指してたところに一番近い感じですね。そうですね、うん、いいです、いいです、はい、どうですか、いいでしょうか、はいはい、はい、じゃあ今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。片岡さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。